こんにちは。今回ね、山本太郎さんによって気づかされたことをいくつかお話したいんですけども、その中でもね、これはすごいなと思ったのが消費税の使われ方なんですよね。いや、消費税っていうのは全て社会保障の財源にしますという名目で始まったんですよね。まあそう聞くと、まあ私もね、当時納得せざるを得ないなとは思ったんですよ。まあ、というのが国の財政が逼迫していて、もうね、国の借金もたくさんある、その中で消費税ってのから回収しない限りはもうね、財源を埋める手段ってのはないなと私も思っていたんですよ。で、私なりにいわゆる政府の候補をしっかりと聞いていたからこういう思考になったんですけども、山本太郎さんがね、違う切り口からそれを崩してくれたんですよ。まずその一つが、消費税は社会保障の財源に使われてないよっていうことを暴いてくれたんですよね。それが国会で安倍総理に質問してくれた時に、安倍総理も確かにその通りですっていうふうに回答されていてですね、おい待てよと、社会保障の財源に使うって言っといて、社会保障の財源にほとんど使われてないぞと、一体何に使ってんだってことになるわけじゃないですか。そうすると安倍総理は借金の返済に使ってましたっていうわけなんですよ。もう要するに目的外使用してたわけですよね。これは山本太郎さん以外にはこういう質問した人はいなかったんで、国会議員700人以上いますけどもね、みんなボンクラだなと思った瞬間なんですよ。その次に、なんで消費税をどんどん値上げせざるを得なかったかってことですけども、値上げするたびに法人税が引き下げられているっていうところ、これも気づかなかったですよね。私もずっと法人経営してましたんで、法人税が下がるのは国際競争力を高めるために、日本の法人税が下がると海外から優良な企業がどんどん日本の法人税が安いってことで、ね、流れ込んでくるのかなと思ったんですけども、全然流れ込んでこないんですよ。そればかりか、日本で法人税安くしたのに海外に出ていく日本法人が後を絶たないわけですよね。まあ、そういったところもいろいろと考えたときに、山本太郎さんはね、なんで日本の会社が海外に出ていくのか、それは法人税じゃないよと、そこに盛んな需要があるからだっていうわけなんですよ。確かに日本の内需が衰えているときにね、日本人が買い物しなくなったときに、海外では日本の商品が欲しいって方いるわけですよ。そうしたら法人を海外に移して、そこで現地で生産して現地で販売するってことが最も効率的になり立つよねってことで、あ、確かになと思ったんですよ。これは全てね、国会をはじめとする政府広報の情報を全部咀嚼していくと、整合性が合わないところと山本太郎さんの解釈でいくとその通りだなと思えることがどんどん見えてきたからなんですよね。で、山本太郎さんってなんか変わったことをするところだけがね、取り上げられて、それが拡散されてってことを全然こうやまないわけなんですけども、ことの真実ね、山本太郎さんをリサーチするとその 99% はものすごく大切なことばっかりやってるわけなんですよね。で、 1% のちょっと人間的なところとか感情的なところとかね、そういったところをパフォーマンスというふうな形でくくられてですね、なんか二束三文みたいな喧伝をされてるわけなんですよ。これが情報が歪まれてるところじゃないかなと思うんですよ。山本太郎さんに反感を持つ人もタレント時代にはそんなに反感を持っていなかったはずなんですよ。政治の舞台に出てね、今までの私たちが信じてたことと全く別のことを暴露していった時に、山本太郎さんが本当のことを言っていちゃ困るんですよ。山本太郎さんではなくて、今まで私たちが騙されていたことがずっとこれからも続いていかないと、今までね、自分が信じていたことや人に偉そうに言ってきたことの整合性が取れなくなるんで、どうにかして山本太郎さんが言ってることが嘘でありたいというふうな心理が働くんじゃなかろうかと思います。でもどう考えてもね、山本太郎さんは事実からしか物言ってないんで、事実からしか物言ってないんですよ。だからね、もうどうしようもないなというところですよね。で、今回ね、奨学金の返済を苦に自殺された方が2022年10名いらっしゃったらしいんですよね。山本太郎さんも前々から奨学金は全部チャラにしようというふうに言われてました。お金がないことでも人が死ぬんだよってことなんですよ。奨学金ってのはね、ある人に言わせれば毎月毎月2万とか3万の返済だから、こんなことで死ぬわけはないと思いますけども、それはお金に苦労したことがない人の言い分ですね。お金にものすごく追い詰められた人って、毎月コンスタントに来る返済が、それがね、2000円であると3000円であると本当に苦痛なんですよ。なぜならその2000、3000が捻出できないからなんですよ。今月払えなければ来月も払えません。来月払えなければ再来月も払えません。ね。足りない分はどっかでまた借金をするわけですよ。でもその借金がもうね、1万だろうと2万だろうと限度額を超えてできなくなっちゃうんですよ。その限度に蓋をしているのが奨学金の滞納なんですよね。そうなってくると本当追い詰められますからね。やっぱりこう、もう、辞めてしまおうか死んでしまおうかという人の気持ちは私は痛いほど分かるなというところですね。山本太郎さんは芸能人でありながら、それが、まあ、いわゆるね、お金のない人の気持ちまで降りてきてくれてるっていうのが人間的にもすごいことだなと思いますね。
よく自己責任って言いますけども、自分の力で自分の人生を切り開いた人はね、自分で自己責任を全うできない人をやっぱ侮蔑する方向にあるんですよ。俺でもできたんだからみんなできるよって発想ですよね。これはね本当にね大間違いで、やっぱり人って一人では生きていけませんからね、だからお金のことに関して人に頼る、これは決して変なことではありません。重いものを持とうと思った時に自分の力がねもうこう及ばなかったら誰かに頼んだり何人かで抱えるはずなんですよ。お金も同じですよね。一人で何ともできなかったら誰かに頼んだり何人かでそのお金の責任を持つ、まあ、そういうふうな形でお互い様、日本の文化っていうのはできていたんじゃないかなと思いますよね。だんだんね、なんかこう個人対個人で分断がされてるんじゃないかなと思うんですよ、もうなんかこうマブダチになれとまで言いませんけどもね、もうちょっとなんかこう他人のことを自分のように、自分のことを他人のように感じれるような、そんな山本太郎さんみたいなね気持ちがあってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。それではお疲れ様です。